みんな揃っているのね。ええ、どうしても177支部を見学したいとお姉様がおっしゃるものですから。そう？じゃあゆっくりしていって。ありがとうございます。せっかくだから麦茶でも入れる？涼しくていいですわね。まさか暑いのが嫌でここに連れてきたわけじゃないわよね？お違いますわ。ウイハル、都市伝説についてのデータを調べてくださる？はい、都市伝説関連、特にカミキリムシについてですよね。カミキリムシについては詳細な報告があまりありませんね。どれどれ、なんだかあっさりしてる報告ばっかりだね。何を調べてるの？何何？空き地のカミキリムシについての報告書？あの、これは別に怒ったりしないわよ。平時に報告書をチェックしておくのも仕事だし。あの、どうしてカミキリムシについて詳細な報告が残ってないんですか？大体は報告を受けたジャッジメントやアンチスキルがその場でお説教しておしまいだからかな。お説教？立ち入り禁止の空き地では遊んではダメとかなんとか。そもそも空き地に近づかなければそんな被害にも遭わないのですから、処置としては妥当ですわ。実際に怪我をさせられたって報告も見当たらないようですし、あっても髪を少し切られた程度。こう言ってはなんですけれど、面白半分で虚偽の目撃報告をする子供も多いんですの。つまり実害が認められず、事件なのかいたずらなのかすらはっきりしていない状態なのです。存在するかどうかもわからない都市伝説の調査をするほどアンチスキルも暇ではないということね。ジャッジメントもアンチスキルも空き地のカミキリムシを事件として捉えていないってことか。ここまで来て収穫なしか。そんなこともありませんわよ。私たちが調べているのは空き地のカミキリムシです。そっか、子供たちが集まりそうな空き地を調べるんですね。学園都市の不動産データベースにアクセスしてみます。取り壊し中の物件を含めて432件、純粋な空き地と呼べるのは176件ですね。そのうち第7学区に絞るとどのくらいになる？該当するのは41件です。41件か、結構な数だね。しらみつぶしに見て回るにはちょっと無理のある数ですわ。そのうち子供でも入れそうな場所ってある？監視カメラがついてないとか、警備ロボットがあまり来ない場所とか。届け出にある警備計画と照らし合わせてみます。出ました、13件です。さっきより減ったけどやっぱり多いね。でお姉さま、調査するにしてもどこから当たりますの？基地の場所は分かったけど、全部行くのって結構大変そうですけど。ねえ、この空き地の情報って情報交換に使えないかしら？なるほど、まだ誰も知らない空き地って子供たちは知りたがるかもしれません。あの子たちまだ公園にいるかな？とりあえず行ってみましょう。
よ。今度こそ秘密ってやつを教えてもらえるね。情報交換といきましょう。情報？情報ってなんだよ。美坂さん、ここは私に任せてください。うん、お願い。お姉ちゃんたちの秘密と交換しようと思ったのにな。残念だな。あ、お姉ちゃんたちの秘密？うん、興味ある？お姉ちゃんの秘密って何？どうして公園で遊んでいるのか教えてくれたらね。うん、どうする？これはジャッジメントも知らない最新情報なんだけどな。本当はジャッジメントのデータベースで調べた情報なんだけどね。マジで？だったら話してもいいかな。空き地で遊ばないのはどうしてかな？空き地で遊べる時間がある。それまでは公園で遊んでるの。遊べる時間と遊べない時間があるんだ。ほら、ちゃんとスケジュールがあるんだ。今は公園で遊ぶ時間なんだ。どうしてこんなに細かく決めてるんですの？どこでも好きな場所で遊べばいいでしょうに。工事の人がいる時間は空き地で遊べないの。だからそれまでは公園で遊ぶんだ。わかった。子供には子供の事情ってもんがあるわけ。最近の子供は大変ですね。話したんだから、お姉ちゃんたちの秘密も話さないとダメなんだぞ。じゃあ、お姉ちゃんのとっておきの秘密、スリーサイズを教えてあげよう。いらないよ、そんなつまんない秘密。契約違反だぞ。興味ないんだ。まだ早かったか。携帯持ってるよね。ウイハル、あのデータ出せる？あ、はい。携帯？あるけど、どうするんだよ。今、秘密の情報を送るからね。送信か。あ、おお！なになに？どんな情報？最新の空き地データだよ。誰にも知られてない空き地ばっかり。すっげー、これなら契約成立だよ、お姉ちゃん。いい取引ができて、私も嬉しいよ。話は終わり？俺たちサッカーやりたいんだけど。うん、ありがとう。すごく助かったわ。お姉ちゃんたちも、空き地で遊ぶときはせいぜい工事の人に見つかんないようにな。うん、気をつける。行こうぜ。お姉様、これからどうします？あの子たちが普段遊ぶのに使ってるっていう空き地に行こうと思うんだけど。美坂さん、あの子のメモ覚えてるんですか？まあね、忘れないうちに書き出しておこうとは思うけど。すごいですね。その空き地、ここから割と近いです。とにかく行ってみましょう。何か手がかりがあるかも。確かこの辺に空き地があったと思うんだけど。この先3ブロック進んだ左側に空き地があります。あそこには廃ビルが建ってませんでした？昨日取り壊したようですよ。端末を見てください。こちらが最新情報です。あら、ほんと、おととい確認したばかりですのに。
なるほどね。お姉さま、どうしたんですの？ジャッジメントも知らない情報なら、それは小学生にとって自慢できるのかもね。それにしても暑いわね。夏の日差しは強烈ですもの。白い歩道の反射やビルの窓の反射で逃げ場なんてありませんわ。これでは日射病になってしまいますわ。あ、空き地が見えてきましたよ。ウイハルの情報通りですわね。ここちょっと涼しいよね。ですね。他の場所より少しひんやりしてる。ここだけ土が露出しているせいでしょうか。かもしれないよね。ここで子供たちが遊んでるのか。面白そうなものって何もないけど。機材が搬入される前なら立ち入り禁止の囲いもありませんし、気軽に入れちゃうみたいですね。靴に泥がついてしまいますわ。こんなところで遊ぶだなんて信じられません。まあ子供だからね。泥遊びだって立派な遊びでしょ。そもそもどうして空き地なんですの？遊ぶのなら公園の方が遊具もありますし、わざわざ空き地でなくてもいいと思いますわ。外で見るよりも空の青が濃いな。どうしてあの子たちは公園じゃなく空き地で遊ぶんだろう。全く理解のほかですわね。やっぱり秘密基地っぽいからかな。秘密基地ですの？お姉さまってお子様。うっさい黒子。子供は体が小さくて目線が低いですから、私たちより広く感じると思います。そうだね。私たちが子供の頃に遊んだ公園って今見ると思ったより狭いよ。誰も来ないというのもポイントなのでしょうね。ここは時間の流れから取り残されたみたい。こんなのんびりしたところにカミキリムシなんて出るのかな。遊び疲れて眠っちゃうなんて無理な設定だと思ってたけど、今ならなんとなく理解できるわ。誰にも見られていないからこそ安心して眠っちゃうのかもしれない。無理な設定って、お姉さま実は噂を信じていなかったんですの？それにここならカミキリムシにとっても都合がいいよね。子供たちが集まるし、監視カメラがないから犯行現場を捉えられることもないし、しかもカミキリムシは殺人や強盗を犯しているような凶悪犯じゃない。アンチスキルも本腰を入れて動かないか。言われてみれば確かにそうですね。ただなぜ子供の髪を切るのかが疑問よね。大人の髪を切ったって被害届はないの？そんな報告を受けた覚えはありませんわ。私もです。ああそっか。とにかくあちこちの空き地を探してみよう。何か痕跡があるかもしれないし。あ、お姉さま待ってくださいまし。サテンさん、私たちも行きましょう。うん、行こう行こう。見て回った感じでしょうか。そうね、ちょっと休憩しましょう。あ、私イチゴのクレープね。私は何か冷たい飲み物を。このままでは干からびてしまいますわ。飲み物を適当に頼んじゃいますね。
すいません。はい、どうぞ白井さん。ありがとうございます。お先にいただきますの。何やってんのよあんた。白井さん、そんなに慌てなくても。ハンカチハンカチ。でもさ、空き地って普段目につかないけど、あるところにはあるんだね。はい、それに注意深く見てみると、どの空き地にも子供たちが遊んだ痕跡があります。地面の落書きに小さな足跡、木の枝に引っかかった麦わら帽子。夏休みの炎天下でも子供たちは外で、しかも空き地で遊んでいるんですね。でもさすがにこの時間帯はいないよね。午前中とか夕暮れとかに集まってくるのかな。それにしたって元気があり余りすぎですわ。なんでまたわざわざエアコンの恩恵を遠ざけてまで走り回りたがるんですの。どうしたんですかサテンさん。いや、こういうこと言うのはあれだと思うんだけどね、あの子たちも別にエアコンが嫌いってわけじゃないと思うよ。むしろこの暑いのにわざわざ外に出なきゃいけない理由なんてないと思わない？そうですね。今は家の中でみんなで遊べるテレビゲームだってたくさんありますし。うん、それに熱中症の注意を散々呼びかけているでしょ。なんで外に出たがる子は少ないと思うけどな。そういえばあの子たちの秘密会議は空き地じゃなくファミレスだったわよね。あ、そうでしたね。空き地にはカミキリムシがいるからではありませんの。だったら寮でもいいはずですよ。でもあの子たちはファミレスで話し込んでましたね。うん、秘密会議なら寮の方がお金もかからなくて都合がいいのに。そのあたりに何かあるってこと。誰だって感じてますよ。学校だって寮だって先生の大人の目がある。大人の目ですか。うん、町のどこを歩いても警備ロボットに監視カメラ、暗くなったら帰りなさい、完全下校時刻になったら列車もバスも止まる。はあ、確かに大人の目ばかりですね。ね、特に私たちよりあの子たちぐらいの年齢層の方が締め付けは厳しいと思うな。サテンさん、それって大人の目線がプレッシャーになっているってことですか。うん、そういうこと。携帯ゲーム機なんて珍しくないし、携帯電話だって遊びは満載なんだよ。外で遊ぶにしたってなんで空き地なの。子供は子供らしくなんて誰の基準だって話よ。上から目線で一方的に可愛い可愛いって言われてもそんなに嬉しくないですもんね。ウイハルはそういうとこ気を使いそうだよね。大人の前では可愛くしてなきゃみたいな。そういうわけでもないですけど。何をするにも人の目を気にしてってのは正直疲れるよね。私はごめんだな。あの空き地にはないのよね、大人の目もカメラのレンズも。子供たちはもしかしたら好き好んであんなところで遊んでいるわけじゃないかもしれませんよ。もう空き地ぐらいしか落ち着ける場所がない。だから暑くたってあそこへ集まってくる。そういう可能性もあるってことです。なるほど、一理ありますわね。はい、私もそう思います。
私たちが今やってることもやっぱりあの子たちにとっては重いのかしらね。でも立ち止まってもどうにもなりませんわよ。もしも万が一ですわよ、お姉さまの言う通りカミキリムシが本当にいるのならなおさらですわ。分かってるわよ、だから少し気になったの。さ、休憩は終わり、調査再開よ。まだ調べて回るんですの？まだ調べてない空き地がいくつかあるでしょ。ほら、キビキビ歩く。白井さん、置いてっちゃいますよ。あと一口だけ、待ってくださいですの。徹底的に調べるつもりですね、伊坂さん。適当に調べて何か起きてから見ようとしてましたじゃ意味がないもの。伊坂さん、私も手伝います。あの子たちに重いと思われても、あの子たちが落ち着ける場所を私は守りたいです。お姉さま、私も付き合いますわ。私も頑張ります。この空き地、他よりちょっと古いかな。最初に見た空き地と違って草が生えてるし、地面も乾いてる。あら、ケーブル埋設用の土管なんかも積んでありますのね。ここなら遊び疲れた子供が眠りこけるって可能性もあるわね。ウイハルさん、念のために監視カメラの位置を調べてくれる？わかりました。空き地から見える位置にはありませんね。周りのビルの監視カメラはどうなってる？そちらも調べましたが、廊下や窓から空き地を監視しているカメラはありません。じゃあ偶然映るって可能性はゼロなの？あのビルの1階廊下にある超広角のカメラに映る可能性はあります。でももし映っていたとしても、レンズの歪曲収差で明確には見えないと思います。そっか、ありがとう、ウイハルさん。監視カメラが無理なら証拠はないか。目撃者もいないだろうし。え？どうして目撃者がいないって思うんですか？サテンさんって大きなハサミを持った女が子供に近寄るのを見ても通報しないタイプ？ああ、そうですね。通報しますよね。そうでしょうか。だいたい存在しない変質者の通報なんて無理ですわ。うっさい、黙れプロボ。お姉さま、何をなさってるんですの？髪を切られた子はかくれんぼをしていて、そのまま眠り込んだって言ってたでしょ。だから子供が隠れやすくて見つかりにくい場所を探ってるの。そっか、女の子が隠れてた場所を詳しく探せば何か手がかりが残ってるかもしれませんね。うん、そういうこと。ここでかくれんぼするとしたら、ウイハルさんはどこに隠れる？そうですね、そこの土管でしょうか。隠れやすいですけど、そこはすぐ見つかると思いますの。うん、じゃあサテンさんならどこに隠れる？私なら、そうだな、あのシートの裏側かな。どうしてここだって思ったの？水たまりが汚いし、女の子がこんなところに隠れてるって思わないからかな。そっか、サテンさん、お手柄だよ。あ、地面に小さな足跡がたくさん残ってる。
大きさからしてあの女の子のものみたいですね。お姉様、そこに。あら、これって髪の毛じゃない？この細さといい、色といい、この髪の毛はあの子の髪にそっくりだよ。あ、本当だ。見れば見るほどあの子の髪に似てますね。これってカミキリムシが切った髪の毛じゃないかな。え、お姉様、そう断定したい気持ちはわかりますの。でも噂の中心人物になりたいがために自作自演で切った髪の毛を置いたのかもしれません。じゃあ黒子はこう言いたいわけ？あの子が注目を浴びたいために自分で髪を切ってここにばらまいたって。目立つために自作自演をして自分のお腹に刃物を突き立てる子だっていますわ。それとこれとは話が別でしょ。そうでしょうか。注目されたいという動機は同じだと思いますけれど。まあまあ、二人とも。美坂さんも白井さんも少し落ち着きましょうよ。白井さんの例は極端すぎると思いますが、自作自演というのはあるかもしれませんね。でも私、あの子が演技しているようには見えなかったな。あの子はカミキリムシを見たから殺されるって怯えていたわ。可能性が半々なら調べてみる価値はあると思う。そうですよね、私もそう思います。とはいえ時間的に今日はこの辺りまでかな。これから暗くなってくるだろうし。お姉様のことだから徹夜で調査するなんて言い出すかと思ってましたわ。それじゃあまた明日、いつものファミレスでね。はい、わかりました。美坂さん、白井さん、また明日。私のテレポートなら手っ取り早く帰れます。そんな楽をするからあんたのダイエットは成功しないのよ。お姉様、今の言葉はあんまり。あれ、どうしたの？お姉様、向こうから走ってくるあの子供、あれはカミキリムシの被害に遭ったと証言した女の子ではありません？伝えるべきなのかしら。その走り込みはやっぱりダイエットですの？嫌なことがあったらいっぱい走ると忘れられるって前にテレビで言ってたんだ。へえ、有名人とか？あのね、耳貸して。何？毛先の 2,3 センチのところでバッサリ切られてるみたいね。そりゃ単に切り取りやすいからではありませんの？でもこの子の髪型は。もういい？うん、ありがとう。まだまだ走らないと。あ、やっぱり待って。
お姉ちゃん、どうしたの？ねえ、もう暗くなるし、ジョギングは切り上げて、お家に帰りなさい。でも、香水つけたらカミキリムシが襲ってこないんだよね。それはそうだけど。それに大丈夫だよ。ほら見て、防犯ブザーでしょ、一感撃退用の催涙ガスでしょ、携帯には GPS もついてるし、それに、それに、そのもしカミキリムシが襲ってきたら、お姉ちゃんたちが助けに来てくれるよね。もちろんよ。そうだ、電話番号を交換しましょう。憧れていた有名人って誰だったんですの？あんたも知ってる誰かさん。